タバコの起点動画始めていきます。今回は、ホープの、ホットブラック、吸っていきたいと思います。期間限定、タール値が 9mg、ニコチンが 0.8 です。10本入りです。値段が230円です。まあ、前回ね、黄色のやつを吸ったんで、今度はこっちを吸っていきたいと思います。なんでこれホープがなんか最近っていうかさ、いろいろ出始めてきてるよね。ホープは普通のやつとメンソールがあれば、もうあといらねえんだけどな。つかないですか？つかないですか？ジッポ先生。ああ、これオイル足すのめんどくせんだよな、これな。しかもこれ、ジッポライター買ったはいいけどさ、これさ、オイルさ、満タンに入れてもさ、1週間ぐらいでさ、これさ、気化してさ、つかなくなるんだよね。だからコスパが悪すぎてさ、普通のライター使ってますね。まさかここまで気化するとは思わなかった。一週間ぐらいで使えなくなるもん、これ。一週間ぐらいでね、満タンに入れてもね、気化するんで、オイルだから、気化しちゃって、もうこの通りつかなくなるという。だからなんか、リスナーさんに教えてもらったけど、これ反対にして、置くと気化しにくいって言われてたんですけど、この形状からして、反対に置くと、こう倒れるんですよ。だから無理なんです、これ。だから、上の方が丸くなってるんで、立たないんですよ。まあ、だからちょっとこれは、よろしくない。買わなきゃよかった。ジッポライターなんてかっこつけて買うんじゃなかった。本題のこっちの味ですが、微妙ですな。正直微妙ですな。香りがちょっとイエローのよか、まあスパイシーなような気もするんですけど、微妙ですな。やっぱ普通のやつが一番うまいな、ホープはな。なんか最近ホープは微妙なのしか出てないな。なんか前もサワーレッドとドライゴールドとかの出たけど、微妙だったもんな、これもな。そういえば最近ですね、ニコニコ生放送で、やってました。進撃の巨人の1話から13話までやってたんで、全部見たんですが、今まで見てなかったんですよね。進撃の巨人、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、で、今適当にググって、そこら辺の動画サイトで、全話26話ぐらいまであるんで、それをね、全部見る予定ではあるんですが、
まあ、あの曲がかっこいいよ、曲が。曲ね、今日あの CD をね、借りてきたんですけど、シングル CD で。グレンの弓矢ね。これやばいですよ。れた花の名前も知らずに地に落ちた鳥はカンガカンのハン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 まずにも囚われた屈辱は反撃の行使だ。うぅぅ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 てか、オープニングがね、ちょっとね、かっこよすぎてね、あれは、久々にね、あの、アニメのね、オープニングでね、多分、すごい、かっこよかったですね。多分、今まで見たアニメのオープニングで、一番出来がいいんじゃないかな、あれ。感覚的にな。一番オープニングのあれとさ、曲とさ、映像がマッチしてるよね。あれやべっすね。あれはやばい。まあ今更ながらね、進撃の巨人面白いなと思っている、まあ僕なんですけども。ね。まあね、今までね、進撃の巨人ね、まあ聞いてはいたんですけど、見てなかったっていう理由はちょっとなんか、あれネタのあれなのかなと思ってたんですよね。ネタアニメなのかなと思ってたんです。なぜかっていうと、あの、変な、ね、巨人がね、どう見てもなんかネタにしか見えないようなね、顔とかね、体型なんでね。まあ、どうにもこうにもね、あれはネタなんじゃないかと思ってたんですけど、実際見てみるとね、ものすごいあの、シリアスなね、展開しかない。ものすごいすっげえ巨人がアホみたいな顔してるんだけど、シリアスなんだよね。まあその巨人は、まあ巨人だけを見るとね、ものすごいバカっぽいんですけど。ね、動きとかもものすごい変態な動きしますからね。なんですけど、物語自体はめちゃくちゃシリアスで、もうぶっちゃけシリアスな部分しかないというぐらい、笑うところはないようなぐらいの、ね。部分なんで、まあね、見てない人はぜひね、1話だけでも見てみるとね、全然面白いです。のでね、まあ、おすすめの、久々におすすめのね、アニメを見ましたね。ということで、この、ホープの、ホットブラックは、まあ、微妙なんで三つ星です。ご視聴ありがとうございました。